辰岡カモスク中、区は台湾東園市第二の区で市南部に位置する工業都市。1970年代の台湾民主化運動の過程で起きた中事件の舞台となった都市である。中、和古区は未開拓の荒野が広がる土地であり、青山版と称され、タイヤル族及び少数の毛田が乱族、平ら、補族が居住していた。後に、大陸より都会支配入社により、 中の平坦な大地が開墾され、これにより元来居住していた。タイアル族は南部の内陸山学部へと移住を余儀なくされ、タイラ、ホ族は次第に勘化され、肝心移民と共に協力して開墾に従事していた。移民は、福建、関東出身者が最も多く、後期末年の沈蔵、明る、陽性年間の発火人である寄風・ニギ人のゴ吉、 よりながおる等の名が知られている。県留年間になると、発火時に移民の入植は、さらに活発になり、人大ら人の大売生兄弟、帝県義兄弟、英帝人の子海清及びめぐまき人の風船系、等が挙げられる。1765年頃には、復権召集から、各村が入植し、最大規模の開発を行っている。各村は、当初、そのに入植し、 その後、俗人を率いて南、東園地方へと南下、原住民を駆逐すると同時に交通を整備し、今日の中発展の礎を築いた。これらの開拓民は、一体の存落を看護省と称した。村内に、老外系、新外系が流れたにを形成していたことから、と称されるようになった。後に当時台湾北部であった竹山と淡水の中間に位置したため、中寺を採用し、 中、と称されるようになった。日本による統治が開始されると、中、は、台北県の管轄となり、中弁務所が設置され、1909年に、党延長と改められた。戦後は、中鎮とされたが、1967年2月27日に、県轄市への昇格が、消府委員会第914次会議で、通過し、同年7月1日より市政が施行され、 中止となった。2014年12月25日、四角区へ昇格し、中区となり今日に至っている。区長国外国立中央大学校士官、台湾高速鉄道桃園駅中平事故時間。ありがとうございます。